あの羽橋どこに通じてるんだ。知らねえけど降りてるとこを見たことねえな。どの道こっちからじゃ降ろす方法がないから使えないぜ。今のは高ぶったな。さあ行くぞ。終わりだ。いくらでも相手になって今だ。くらえ。打ち込む。決めた。灼熱のバーンストライク。さあ次よ。任せとけって。侮れない力すぐ覚えたんだ。使えるものは使うぜ。今日も俺の拳は絶好調。調子で行きましょう。
さっさと片付けましょう。終わりだ。流星人レンガ弾。片付いてきたな。残りは俺に任せろ。もう急に元気出てきた。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。この隙に。分かった。やっと。クリアだ。よし。どうした？そんな。なあ。そうね。やったぞ。ちょっと。どうだ？いいの。やれやれ、元気なじいさんだな。次に会うのが楽しみね。気に入ったんだな、アップルパイ。ほらほらほら、そういや、この池結構魚がいるんだよな。食べられるの？そりゃ食えるかもだけど、取る方法がないって。野宿は嫌なの？
装備は見直したか？さすがのシオンもダナの鎧は専門外か？そうね。その襟巻きはどうしたの？飾ってあった鎧にはなかったじゃない。ああ、前の服の時に青がいいって言ってただろ。だからこっちにもつけてみたんだ。そうなの。まあ悪くないと思うわ。俺にも見栄えってやつが分かってきたかな。まだまだよ。腹はちゃんと満たせるはずよ。リメル、ちょっと話そう。フルル、おいで。フル、えらいえらい。何やってるんだ？飛ぶ訓練だよ。フルルってあまり私から離れないから、時々ちゃんと飛ばせてあげないと翼の力が落ちちゃうんだ。あと最近ちょっと重たくなった気がするし。フル、結構みんなこっそりおやつをあげてるみたいだからな。やっぱりおかしいと思ったんだ。もう鳥にとって肥満は天敵なのに。そうなのか、すまない。アルフェンもなの？まさか食べられないものとかあげてないよね。さすがに大丈夫だと思うが、よかったらリンウェルから教えてくれないか？う、あ、うん。何か気になることがあるのか？そうじゃないけど、私ずっとフルルしか友達いなかったから、みんながフルルを好きになってくれるのは嬉しいよ。ただ同時になんだか複雑な気分。フルルがリンウェルの大事な家族だってことはみんな知ってる。そのリンウェルの気持ちを無視するような奴はいないさ。そうだね。うん、ちゃんと話してみる。
しっかり休んでおこう。今日もよろしくね。攻撃あるのみ。終わった。負けないよ。炎よ。まずい状態。巻き込め。まずい状態だよ。まるで。と言われると。いけるぞ。会場を直すの。灼熱の。バーンストライク。さあ、次よ。任せとけって。共有と流星陣。いくぞ。この際なら私が。妨害を頼む。炎よ。はい。これの仕事だ。決めるぞ。言われなくても分かってるよ。流星陣。この元に。止めておく。なんとかなったな。人気臭いけど、なんてことねえさ。さっさと通り抜けちまうぜ。まだジルファのことで自分を責めているのか。そりゃな。けど今考えてたのは別のことだ。別の？俺がなんで蛇の目の一員になってたかはまだ話してなかったよな。ああ、ジルファと喧嘩して飛び出したというくらいしか。その後どうにかシスロデンにたどり着いた俺は、いろいろあって抵抗組織の一つに入れてもらったんだけど、お決まりの密告があって蛇の目どもに襲われた。ひどい戦いだった。最後は降伏するしかなかった。なのに、ロウ、奴らの気まぐれで俺だけが生かされた。俺は仲間の死ぬところを見届けさせられた。ズーグルのうなり、仲間の悲鳴、真っ赤に溶けた雪、そして奴らの笑い、今でも夢に見る。ガナベルトを倒せば乗り越えられるんじゃないかって思った。でも甘かったみたいだ。あの時
俺は心底レナを怖いと思っちまった。それで仲間を裏切り親父を死なせることにもなった。不安なんだ、いつかまたここぞって時に同じようにブルって逃げ出すんじゃないかって。俺たちを残したか、本気で言ってるのか。そうじゃないって思いたいけど俺は。あ、いた。どうしたリンウェル。どうしたじゃないよ、振り返ったらいないからびっくりして戻ってきたんじゃない。立ち止まるならそうと言いなさい。ズーグルだっているのに分散するなんて。なあ、悪い悪い、ちょっと催しちまってさ。まさかここで。嘘でしょ。さあ行こうぜ。立ち直れるといいんだが。声をかけたのは私じゃないわ。あいつはジルファの息子なんだぞ、放ってなんかおけない。そんな余裕私にはないの。足を引っ張るような道連れはいらないわ。なんでこんな地下に道なんか作ったんだろうな。山が険しすぎて越える道を作れなかったからじゃないかしら。昔の占領される前のダナ人も山を通り抜けるためにこの道を使っていたんだろうか。通るだけじゃなくてここで暮らしてたのかもしれないよ。確かめようがねえさ、そんなの。俺たちは全部忘れちまったんだ。忘れたんじゃない、奪われたんだ。奴隷には不要なもの、残っていては不都合な心の拠り所、何もかも。全部じゃないよ。ほら見て、そこ。なんだ、サラかなんかのかけらか。多分ね、たくさん消えてしまったのも確かだけど、それでも調べればまだいろんなものが見つかると思う。そんなことができる日が来ればだけどね。来るさ、来ないなら来させるんだ。
進むわよ。一緒にいるなんてな。考えてみると変わった組み合わせだな。レナ人といるお前らの方が変わってるけどな。
いけるぞ。灼熱のバーンストライク。さあ次よ。任せとけって。この元に触れたエルセンジバルブオラゴラケ全部で完了。さあ撃っとめ。さらに撃っとめ。エルセンジ積み上げて。グレーゼリバル変装する。終わりだ。炎よ、まずいよ。灼熱のバーンストライク。炎よ、次。これは価値があると思うわ。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。怪我はなかった？
なかなかいいんじゃない？蹴りだったわ。任せとけってんだ。次よ。任せとけって。
Yeah! Soma! Let's go!
上がったり降りたり面倒な場所ね。ここはちゃんと通り抜けられるだけマシだろ。むしろ崩れたおかげで通れるとこもあるしね。天井が崩れてきたりはしないよね。には負けねえって。
ってやる。終わりだ。炎の剣は無事か？濡れたくらいじゃ問題ないわよ。なんとかなったな。
しなさい。行くわよ、トモエタ。流星陣天照拳行くなよ。終わりだ。終わりだ。あっとどめ、泣き払う。なあ、ロウ。シスロデンを出るとき、諦めない限りやり直せるって言ったのを覚えているか？うん。過去がどうあれ、少なくともあのとき、お前は一歩踏み出したんだと俺は思う。手探りなのは、俺も同じなんだ。アルフェンは戦うことを教えてくれたのはジルファだ。彼についていけばいい。最初はそれでよかった。だがジルファは自分自身の主になれと
自分だけの答えを見つけろと言った。だとしてももっと学んでからだと思っていた。だから彼が死んだ時頭が真っ白になった。レナのスルドを倒し続けるのはいい。だがその後は教えてくれる人はもういない。悩んでみても所詮俺にできるのは戦うことだけだ。それにレナの支配をこのままにしておくのも嫌だ。だから戦う。レナのスルドと戦いながらその後どうするべきかを考える。それが今の俺なんだ。戦ってそれで勝てると信じてるのか本当に。信じる。いや信じたいが本音かな。それすら正直一人じゃおぼつかない。半端者同士でも支え合うことはできる。一緒に戦い悩み探す。それじゃダメか。ダメじゃないと思う。分かったよ。何ができるかまだ分からないけどとにかくやってみる。また二人で立ち止まって、今度はお腹でも下したわけ？そんなんじゃねえよ。男同士の大事な話だな、アルフェン。ま、そんなところだ。まあ、いいけど。あ、この先風を感じるんだ。多分出口は近いよ。そりゃいい知らせだ。早いとこお天道様を拝もうぜ。ひたすら攻めて攻めて攻めまくる。戦いは先手必勝。確かに一気に畳みかける時のローの勢いは目を見張るものがあるよな。まあな、親父に仕込まれた技ってやつさ。打ち込めば打ち込むほど心が燃えて拳に新たな力が宿るんだ。ジルファに。そうか、ちゃんと受け継いでいるんだな。攻撃に徹するのはいいけど敵の反撃には気をつけなさい。そんなもん食らわなきゃ関係ねえって。でも実際撃たれ弱いよね、ローって。人を落ち込み激しいやつみたいに言うな。二人とも結局何の話をしていたの？だから男同士腹を割った話だよ。ちょっと女には聞かせられねえな。そうなの？まあ女性云々はともかく言いにくい話といえばそうかな。言いにくい？やっぱりお腹の話だったの？それともなんかいかがわしい？だからそういう話じゃねえっての。
別に肝心な時に役に立ってくれるなら何でもいいわ。がいるの？